俺は超やばい、常に容赦ない。Este programa es presentado por ninja.com。 はい、どうもこんにちは、忍者です。今ですね、メヒコの、まあ、南の方、コミタンという町の方におります。実はね、サンクリストバルデラスカサスの宿でですね、暗室でね、ちょっと出てってくれって言われたんで、南下しましてね、コミタンという町の方に来ておりますね。ホスタペ14というね、個室ですね。1泊1600円ぐらいですね。ちょっと飛び込みで、まあ、適当に入ってみたらね、なかなか良さそうだったんでね、泊まっております。でサンクリの宿でね、まあ、珍しくね、日本人の可愛いね、女の子と出会いましたね。もうちょっとね、お話ししたかったっすけどね。まあ、しょうがないっすね。まあ、出てってくれってことだったんでね。はい。今回はね、第5回になるんですかね。大好評いただいております。伝説のバックパッカー忍者のチキチキ抜き打ち手荷物検査、開始したいと思います。早速なんですけどね、バッグの紹介させていただきます。はい、こちらですね。これちょっと何リッターかわかんないですけど、25ぐらいですかね。で、ブランドはノーブランド。なんかドンキのね、ワゴンセールで3000円くらい買いましたね。まあこれ一つっすね。で、重量はもちろん7キロ以下。ちょっと背負ってみます。まあ、背負っちゃうとね、まあこんな感じですね。はい、忍者を名乗ってる以上ね、こうやってね、身軽じゃダメっすね。あとはね、まあ、忍者まだ上級者じゃないですけど、上級者の方ってね、やっぱりね、共通して言えることは荷物がね、やっぱ軽いんですよね。何度も言ってるように、まあ、軽さは正義。空港降りたり、バス降りて、まあ、そのままね、観光行けちゃうんですよね。やっぱりね、それが、うん、強いと思いますね。近場、まあ、アジアとかね、行くときでも、遠いとこ、メキシコ、まあ、アメリカとか行くときも、まあ、こんな感じのね、まあ、バッグ一つ、旅に出てますね。はい。一番に心がけてることは、余計なものを持ち歩かないということですね。余分なものがあると、まあ、歩けなくなっちゃうんですよね。まあ、ですので、まあ、なんか買ったら捨てると。で、余分なものは買わないと。持ち歩かない。基本的に現地調達。まあ、そっちの方が安いんで、まあ、余分なものを持ち歩かないってことがね、まあ、一番大事じゃないでしょうかね。いつか使うとかって思っても、まあ、基本使わないんで、まあ、そんなものはね、もう捨てちまえって感じですね。はい。バックパッカーは、まあ、基本歩いてなんぼなんで、荷物重いとね、やっぱりね、ダメですよね。で、まあ、結局、まあ、配車アプリ。まあ、そんな使うんならね、もう、鼻からね、まあ、スーツケースでね、もう旅行した方がいいと思うんですね。そんな感じでね、服を紹介していきたいと思いますね。まずはね、まあ、靴。はい、こんな感じのね、ブーツライクなスニーカーっすね。これはね、なんか、まあ、ノーブランドなんですけども、アリババ?アリエクスプレスで、これ1500円くらいですね。うん。まあ、軽い、ちょっとブーツっぽいんで、まあ、歩きやすいっすね。はい。で、今履いてます。ビーチサンダル、はい、これかなり便利ですね、はい。で、まあ、ちょっと臭いんですけど、あの靴下、これ2足ですね、持ってますね、はい。ninja.com ウルトラライトダウン、これユニクロのやつですね。こうコンパクトになってなかなかあったかいですね。で、ジャケットなんですけど、まあ、今回メヒコ、高地なんでね、まあ、ジャケットね、まあ、2枚持ってきましたね。はい、こんな感じのね、なんかかっこいいカモフラガラっすね。これ確かね、10代の時に買いましたね。うん、こういうガラス好きなんですよね。あのリアルツリーっていうブランドの、うん、まあ、古着っすけど、これ3000円ぐらいでしたね。まあ勝負着みたいなもんですよ。はい、あったかいっす。で、続きましてパンティーなんですけど、はい、こちらのショーパンツっすね。こちらとあと今履いてますパンティーがあるんで、2枚ですね、おパンティーは。ninja.com はい、そしてね、ハーフパンツですね。はい、こんな感じのね、カーゴパンツっすね。やっぱりね、カーゴパンツはね、横にこうポケットがあるんで、まあ、旅する上でね、うん、便利ですね。やっぱカーゴの方がいいっすね。東南アジアとか、まあ、旅するときは、まあ、基本的には、まあ、履いていかないんですけど、まあ、今回ね、まあ、メヒコで、まあ、高地のため、このジーパン、履いてますね。見えますかね。これここにね、隠しポケットあったりジップあったりしてね、なかなか便利っすね。このジーパン、たまたまね、メヒコ、まあ、出発直前ワークマン行ったら売ってて、で色合いもね、ドンピシャ。
これね、3000ぐらいしたね。これ当たりですわ。で、以前紹介しました、忍法5パンティの術ということでね、でこのGパンの、この内側に、100均で買った、なんだろう、布の袋、これね、縫い付けてますね。で、まあ、貴重品入れて、この中にしまっちゃってますね。うん。これでまあ、スリとかね、まあ、対策できるんでね。こちらの忍法はね、まあ、正直ね、教えるか迷ったんですけどね、誤解しましたね。はい。ただね、ちょっと一つ欠点がありまして、威嚇臭くなっちゃうんですよね。ninja.com。そしてね、これタオルですね。こうシャワー浴びた時にね、うん、まあ、手ぬぐいなんですけどね、すぐ乾くんで。そうですね、こう、顔に巻いてね、ちょっと忍者スタイルにしたりできますね。あとは、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、T シャツは3枚ですね。まあ、今着てます。この T シャツと、あとこちらのね、忍者 T シャツ、クラシックスね。で、こちらがですね、ninja.com の2020年モデルですね。はい。で、まあ、そんな感じでね、まあ、衣類はね、以上です。旅していく上でね、まあ、リスクは、まあ、分散した方がいいのでね、カードとかもね、まあ、いろいろ、まあ、分散させた方がいいと思うっすね。だからね、マイナとかね、あんなもんクソっすよ。マイナ、マイナ、マジいらないな。いらないな。マイナ、マジいらないな。マジいらないな。ninja.com 忍者待望のニューシングルバビロンシステムカミングスーン ninja.com でね、財布ですね。財布はね、2つ用意してますね。まあ、いずれも100均のなんですけど、こちらがね、強盗を襲われた時用ですね。これダミー財布っていうか、こっち渡しちゃいますね。はい。で、貴重品入れというか、腹巻きですね。もうこれ巻いてもいいんですけど、やっぱ汗かいたり、なんていうんですかね、バックパック背負ってると、なんかこの辺に当たって嫌なんですよね。まあ、ですので、このパンツの中に入れてるんですよね。で、これはね、もう、すっげえ昔だな、これ、いつだろう。もうこれ、もう15年ぐらい前かな。なんか、東急ハンズの、なんか地球の歩き方のブランドなんですよね。一応、スキミング防止効果の、なんだろう、素材使ってるらしいですね。そしてね、もう一つ、これもね、まあ、腰に巻くタイプの、なんだろう、スパイベルトなんですけども、やっぱりね、バスの中、まあ、強盗入ってきて、なんか表出ろやって言って、なんか身体検査されて、まあ、全部貴重品持ってかれることとかもあるみたいなんで、この中に貴重品入れて、なんだろう、バス、座ってる座席の下にこう巻きつけたりして、うん、あとはなんだろう、こうシートベルトっぽくして、まあ、フェイクっぽくして、うん、それでやり過ごす。的な感じで持ってきましたね。はい。まあ、スパイベルトです。はい。そしてね、こちらがね、ゴミ袋っすね。ビニール袋。これ結構便利っすよ。なんか寝袋代わりになりますし、あとちょっと軟禁虫、心配な時は、ベッドの上に、まあ、敷いたりしてもいいですし、あとね、こう、バッグ入れて、まあ、こんな感じでもう移動したら、完全こじきなんで、襲われることはないっすよね。ninja.com はい、続きましてね、小物類行ってみたいと思います。まずはね、このサングラスケース、この、ね、S 字フックスね、これシャワー浴びるときとか便利ですね。で、そして洗濯バサミ1個、あとね、このカラビナっすね、これ3つぐらい持ってますね。やっぱ鍵とか紛失しやすいんで、ズボンにくっつけた方がいいっすね。これは便利ですよ。ロープっすね、これはね、個室泊まった時とか、天気悪い時とか、部屋干しする時に、うん、ロープ使ってますね。はい。まあ、たまにね、これで、まあ、女の子を縛ったり、縛らなかったりしてますね。はい。忍者です。ninja.com。そしてね、こちらポーチですね。この中には、まあ、シャボン玉石鹸ですね。まあ、忍者はね、まあ、ナチュラリストなんでね。まあ、シャンプーとか、もちろんあんなもん使いませんので、まあ、これ一つですね。洗濯とかも。はい。で、まあ、歯ブラシと、あとはシャボン玉石鹸の歯磨きですね。はい。もう一つポーチですね。これはね、まあ、タバコっすね。これタバコ。無添加の、なんだっけな、マニトってやつ。まあ、あんま吸わないですけどね。で、このフィルターっすね。で、ライター。あとは、この忍者ステッカーっすね。はい。
これちょっと金なくなった時にあのストリートで売りさばいてます。ハスリングしてます。3枚入りで6980円です。よろしくお願いします。 ninja.com。 まあ基本的にはね、まあガイドブックとかまあ持ち歩かないんですけど、今回ねペンションアミーゴにこの地球の歩き方あったんでちょっとパクってきました。すいません。 ninja.com。やっぱりね、この地球の歩き方ね、間違いないですね。まあ、宿はね、ここに載ってる宿泊まりますね。本だとね、こう頭に入ってくるんですよね、情報が。やっぱネットだとね、なんかいつでも調べられるからいいやっていうんで、あんまり頭入ってこないですよね。まあもちろんね、まあ SIM カードとか買わないんですけどね。Back to basics. Ninja.com。 はい、続きましてね、こちらのポーチですね。で、こちらのポーチには、まあ、落書き、まあグラフィティ書いたりするのに、サインペン、南京錠ですね。一応3つ持ってますね。これと、これと、あとこのワイヤーロックですね。これはなんか、ちょっと、危ない宿の時は、なんだろう、机の足とか、ベッドの足に縛り付けてね、あの荷物持ってかれないようにしてますね。バックパックのね、口も縛れるんでね、これはなかなか重宝しますね。あとはね、このビニールテープと、あとセロテープですね。なんか結構いろいろ使えますね、この2つは。本当はね、あの布のガムテープとかあると、うん、なんか便利ですけどね、やっぱりかさばるんで、ちっちゃいの持ち歩いてます。この裁縫道具ですね、もう最小限にして、こんだけ針なんですけど、これ糸ですね。あとはですね、このちっちゃい爪切り、鼻毛切りですね。すいません、ちょっと今、1本出てるんで切ります。うん、OK。ninja.com。もう一つね、忘れちゃいけないのがヘルメットっすね。安心の岡本製。夜のダイレクトプレイは大変危険です。 ninja.com。 続きましてね、ガジェット系いきたいと思います。この MacBook Air、 この型落ちのやつを使ってます。あの M1 チップではないやつですね。すげえ昔のやつです。これでまあ動画編集したりしてます。あとはね、まあ、結構データ使うんで、この外付けのハードディスクですね。この対衝撃のね、トランセンドっていうメーカーですね。本当はね、なんかもっとちっちゃいにあるみたいなんでね、ちょっと次回旅するときは、うん、まあ、もっとちっちゃいにしようかなと思ってますね。パソコンの充電器、マウスですね。ブー、 ninja.com。スマホの充電ケーブル。で、モバイルバッテリー。変換プラグですね。これ、サスケっていうやつですね。これなんか組み合わせて、まあ、どこでも、世界中どこでも使えるらしいです。サスケと言います。by ninja.com ではございません。ninja.com。で、スマホなんですけども、まあ、今、撮影してるスマホ1台。そしてね、もう1台、このサブ、スマホ。だから、携帯ね、2台持ってますね。携帯はね、2台持ちの方がいいと思いますね。やっぱりデータのバックアップとかもありますし、やっぱ紛失しちゃった時結構痛いじゃないですか。あとはね、一方を充電してる時にもう一方使えるじゃないですか。っていう意味で、まあ2台持ちはね、おすすめしますね。パソコンはね、この、まあ、100均なんですけど、まあ500円で買ったね、ケース使ってます。1個忘れたんですけど、このもう1個サブバックっすね。このちっちゃいバッグ、まあ、いつもはね、あのメインバッグ中に入れちゃってるんですけど、これをね、まあ、トイレ行くときとか、やっぱりドミ生活今回多いんで持ってきましたね。これもね、100均なんですけど、まあ、500円しましたね。まあ、ちっちゃいバックパックっすね。まあ、背負ってね、こんな感じっすね。うん、まあ、ちょっとの隙でもね、まあ、荷物は盗まれるんでね。そんな感じでね、いかがだったでしょうかね。伝説のバックパッカー忍者のチキチキ抜き打ち手荷物検査。忍者よりね、やばいやついたら、かかってこいやって感じで、今日の動画締めたいと思います。そんな感じで、あざす。Este programa fue presentado por ninja.com